じゃあ三木谷さんがやったのは何かって言ったら0円でしょじゃあ0円形態やって後でまたこれがなくなって400万台しか結局は増やられなかったっ、ね、社員役員にノルマ貸したっていう時点で終わったなと思ったね <laughs> 一つだけね回線増やす方法あるよ楽天グループの社員増やして1000万人の社員雇えば 1>, <laughs> 1人に2回線ある業務付ければ2000万回線取れるよって笑うでしょでもほとんど変わらない発想だよ <laughs> 楽天グループ何人いるの1万7000人1人3回線取ってこいって5万回線だぜ <laughs> 俺一番嫌いだったねそういうの アーケティングと戦略戦術でやるもんだと思ってるんでね経営っていうのはね安売り競争は絶対ね大事本が勝つんだよ、うん、結局安売りは安売りなんだよ最後もう自分の首に絞めるだけだからそれ以外のだから優位性がないなら無理だって話ですよだからまあ実際ね0円とか言ってねタで配ってたけどええ分だら耐えられなくなって終わっちゃったでしょ携帯も格安の方ならいいね別の住み上げだったら、うん、同じそのキャリアとして入っていって国家事業に入っていて、ね、無理なんだよ、うん、歴史が証明してるできたらこの人本当に俺たちの想像を超えた超人で、うん